では続きましてラジオネームラクトさんから頂きましたありがとうございます一緒にコンビニへ行きたいサーバントランキングえニ意外なかな生活感出ますよこれ出ますねちょっと生活感のあるサールまあね最近ビニールローソンとか言いましょうだから楽しみ第3位アントニオサリエリ 甘いものが大好きなサリエリ先生そ,、ね、そんなサリエリ先生と一緒にコンビニデザートを選んだり新商品のお菓子について賛否を言い合ったりと楽しくお買い戻したいですでもサリエリさん<ー>全然コンビニにいる印象ないけどね印象ないけど意外とそんな庶民的なとこ行くのかなみたいなギャップがいいのかもしれそういうことだもんね缶ジュースとか絶対もたなさそう,うね <laughs> 絶対こういうティーカップじゃんそうですねティーですねん<ー>そんな気がするクラシックを聞きながらのティー ほら、ローソンさんの、あと、レコさんのはい。でもあれ、サリエリ最初一瞬わかんなくなかったあ、サリエリさん、確かに奥の方にいらっしゃいましたもんね。なんか一瞬、ど、だえ、ど、これ誰だって思ってよーく見て、あ、サリエリだって。確かに。プレミアムロールケーキでしたかね、あれ私。あんないい映画を見たことないですからね、サリエリさんの。いや、でも、麗しかった。コラボの書き下ろし、素晴らしいので。はい。それでは続きまして、第2位。宮本武蔵。 おめでとう。ありがとうございます。はい、これ、これ、はちょっとうるさくなるんですけど。はいはい。冬の寒い日、武蔵ちゃんと一緒にコンビニで中華まんを一個ずつ買って、コンビニの駐車場で二人で半分こしながら一緒に食べたいです。泣ける。泣ける？嬉しい。嬉しい。おめでとう。武蔵ちゃんが好き。好きなんです。コンビニの思い出は？

怒んないです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 けどねまだそうなんか武蔵ちゃんとそういうなんかあったかい系いいなって思ってほらそれこそまたおでんとかもそうだし中華まんとかそういうホットミールっていうんですかねああいうあったかい系いいなとかいやいいですね素晴らしいなんか武蔵ちゃんがまたそのコンビニの駐車場にいるっていうところがなんかちょっと決まりそうで武蔵ちゃん若干なんだろう毒っぽいというか割とこっち寄りな感じあるよね喋り方とかそうですねコンビニさう

ですよ。そうなのよ。そうです確かにおめでとうございます。本当にギル様をこんなに応したって言うのもなんなんだけど、あれが彼氏でコンビニで買い物してあの出てきて待ってたら最高じゃないとか思って最高です。えずえずから見てもらっていいですか？彼氏。そう。やばい彼氏っていうパワーバードが今すごいすごい脳髄に響きました今。脳髄。響いてなりました。なんかロビンフッドの彼氏感はすごいんだよね。 なるほどギヨ様まで彼氏じゃないのよそうか上すぎるちょっとそうなんかなんか私とつぐって感じそうかそそううそうお邪魔しますな感じですけどロビンだとちょっとなんかこう隣って感じ彼氏かわかるしかすごい全然考えたことなかったロビンが彼氏こちらもちょっと読ませていただいてよろしいでしょうかありがとうございますいただきますそちらの方飲み物やちょっとしたおやつをコンビニで買っている間駐車場でタバコを吸いながら待つロビン スターが店内から出てきたところで、タバコの火を消しながら。お目当てのものは買いましたかい、と微笑みながら聞いてほしいです。大勝利、補足ですが、この時のロビンの服装は以前のパセラコラボの V 分野。あ、それもいいです。最高です。おお<ー>、それもいいです。これもまたよし。タバコに合うな。やっちゃうんですよね。<ー>その、ちゃんと出てきた時に、タバコの火を消す。消,す消していいもん買いましたか。 正解できちゃったわかりますいやよかったよか暑いですちょっとこれ暑いじゃないいや素晴らしいですねもしじゃあこのランキングもそうですけれどもご自身行きたいサーバントいらっしゃいましたらいやでもねロビーフットって答えるつもりだったから本当ですかそうらもはや正解なんでねりーちゃん逆にいる確かにえっと多少でもいいんだよえターショーえっと えっと信勝くんが <laughs> あの上に何か物を買いに行くところを後ろからつけるおっと慈安かこれは <laughs> <laughs> これはあのー 一緒に行かないというアイ相手の選択ね。はい、なんでだろう。いや、店員さんです。私は、ああ、後ろからつけるのはなし。店員事案なんで。なんだろう。店員さんも割と事案な気がする。いや、いや、いや、いや。店員さんです。店員さんで、姉上のためを思って買ったであろう。あの甘いものやら、デザートプリン、いろいろを、全部ピッピッピッって。 これはそうこれはこれはそういうあこれはそういう思い出みたいなやつを怖いな全部真顔でやりますあれでしょお釣り渡すときにちょっと触れちゃったりしてさあ後で匂いを嗅ぐんでしょいやー自慢です自慢ですどうしようどうしようピポ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 でも皆さんはそうです皆さんはロビンと彼氏ですもんねあれ俺の犯罪はまだ犯してないちょっとか っていうパワーアドが今すごいあのありがたいお勉強になりましたああもう私また一つ後輩に教えちゃったな <laughs> 先輩ありがとうございます <laughs> いいんでしょうかこんな感じで <laughs> 終わりですかこんな映画だしていいんでしょうか <laughs> まだ行けますよ <laughs> こっちはいけますよ持ち帰りできるやつ <laughs> 続きをやりたいよかった大怪我したの私だけじゃなくてよかったです <laughs> はいということで今日は以上です<ー>こんな感じね。<laughs> はい皆さんもランキングをね探して作って送ってきてくださいね <laughs> <laughs>、はい、以上フェイトグランドランキングのコーナーでしたフェイトグランドオーダーカルデアラジオ曲